どうしましょう。あんまこう改まってこうやってこう僕と向き合われるとちょっと困るんですけど、何からいきましょうかね。まあでもそうですね、やっぱりこれが一番僕は今ずっとお気に入りなので、これからいきたいと思うんですけど、まずとりあえずしゃがんでみましょうね。でしゃがんだ時に、かかとと足の指がペタッとちゃんとついて、で、プラスですね、まあ、最近ちょっと思うんですけど、しゃがんでる段階ですでに膝が内に入って足の外側が床から離れてる人が結構多いんですね。でそれをできればお尻の方の力とか足の外側の力で外にして、足の裏がペタッとしてる感じで座って、しゃがんでほしいなと思います。手でこうやって広げてこうやってやる、ストレッチにならないようにこう離しててもちゃんと足の裏ペタッとついてるように、はい、まずそこからで、これができたら、お尻をとりあえず下に向かってずっと下ろしていきます。で下ろしていった時にまた外側が浮いたりとか指が浮いたりとかしないようにペタッとペタッとしたまんまで、はい、まずずっと下まで下げますね。はい。できますか？大丈夫ですか？これとりあえずできますか？足の指が浮いてますね。そう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 。できる。あ、座れてますね。よかった。この前の写真見てたらなんかこんなんだったから大丈夫かなと思って。はい。あ、OK です。一回楽にしましょうね。結構これだけでまあしんどいんだと思うんですけどね。はい、でここからですね、ちょっといいですか、映ってもらえるんですか、まあ大丈夫ですよね。はい、じゃあちょっとしゃがんで、あ、近くに来てください。こんな話聞きたくなければどっか行っていいですよはい、でじゃあ今の感じで座っていただいて、今度は肘をここに前に、体の前にして手を合わせて、はい、で座ります。でさっきも言ったんですが、肘でこうやって押したりすることがないように、はい、ふわっとしておいてくださいね。でこの時に肘の下にこうやって手をちょっと当てるんで、これを下に押してください。あ、そんな強く押さなくていいです。で押しに行くと、あ、じゃあ今の感じで押してください。はい、どうぞ押してください。押しに行くとこうなるじゃないですか。だいたいこう頭も下がり肩も下がってこうやって押しに行きますよね。こうすると何が起こるかっていうと、はい、どうぞ。じゃあ押してください。こっちが軽くなるんですよね。わかりますか？はい。はい、押してください。ここ押しに来たもんだから、こっちが軽くなります。はい、じゃあ今度、お尻軽くならないようにして、そうそう、こっち、こうですね。はい、お尻ずっと下ろしてください。ってやると、こっちが軽くなるんですね。わかりますか？はい、もう一回、もう一回。はい、こうして、はい、お尻下に落としてください。ってやると、こっちが軽くなります。はい、なので、こうならないようにちょっと僕でやってもらっていいですか。肘下にこうやって下ろします。ちょっと持ち上げてください。はい、持ち上がらないぐらいの感じですね。で、はい、どうぞお尻上げてください。はい、こうしてください。はい、でこう、まだ僕だからお尻が軽いんですよね。でこうしてずっとお尻も下げる。あれですでこれ肘が軽い、難しいんですよ。はい、はい、どうぞ。でこの時に、あ、こっちを置いてください。こう押しに行った時にちょっとでも頭の前に行ったり、肩でこうやって押しに行くと、こうなるんで、もうこの時点でダメなんですね。なので脇腹を、肘、脇腹っていうとね、脇締めちゃうしてるんですけど、締めるというよりはこの辺が腕をこう引っ張ってる感じです。で、ふわっと叩きます。はい、ふわっと。おお、難しいな。難しいなって言ってられたらダメなんですけどね。まあこんなもんですかね。はい、両方ちゃんと釣り合って降りてるっていう感じ。両方釣り合って降りてるっていう感じ。だからどっちかがこう軽くならないように。はい。で、グーじゃなくてこの辺。こう自分でこうヒュッとこう引っ張ったりる感じのを残したままで
スッとこう手を前で合わせるっていう感じでもいいかもしれないですね。まあ、最初はどうぞお互い2人1組ぐらいで。これはバランス感覚ですか？バランスだけではないんですけど、まあ、はい、バランス、というよりはこれが降りてこれが降りるっていう、両方降りるっていう、はい、バランスともちょっと違う感じですね。じゃあこれしてて、これちょっと押してください。ってやると、はい、どうも押してください。押して、押してまーす。はい。よくこうしてて、じゃあこのお尻を下ろします。こっちは、こっちも下ろしてください。脇腹、脇腹。この辺は、ふっと腕を下に下げる。ここじゃなくて、今この辺にすごい力が強い。ここを楽にして、この辺が、そうそうそう、ずーっとこうやって。はいはいはい。ってやると、ほら、自然と腕が重くなるんですよ。はい。そうですね。こう、そうそうそう。こういう感じ。で、ずーっと下げる。はいはい、これを安定させることなんですか？これも考えます。ピョンピョン飛んだらダメです。これが、はい、ずっと軽く押しますっていう時に脇腹がピッとこう腕を下に引っ張るような。あ、で首も一緒に落としてください。分かりやすい。そうそうそう、全体が重い。そうそうそう。ふーっと降りる。もっと降りる。今この辺がすごい頑張ってるんで、この辺で。この辺で。そう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 。下って言って上が丸まるっていうよりはここがずーんと降りる。そう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 。はい、そういう感じ。あ、やけん。これ押して。肘、はい、押して。押した時にここで押すんじゃなくてこの辺でギューと。ギューと。そう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 。あ、いい感じ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 。下に向かって。だいぶ強いけど、どっちかに偏ってる感じが。丸めて、ヘッドです。そうそうそう。おお。この辺しんどい。はいはい。はい。すごいこれ押しちゃってるから、こっちは空っぽになってるんですね。この辺、この辺で、この辺で、この辺で、そう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 。もうすぐにここをスーッと降りていって、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 ずっと、あ、今またここに力が入ったんで、こう下ろしていって、下ろしていって、この辺で、この辺で、ぎゅっとこう腕を下に引っ張るようなイメージ。そう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 。で、この感じが残ったままで、腕を前に行って、で、肘が降りると、ほら、安定する。ほら、安定する。ほら、安定する。でもまたこっちに戻っちゃってるんで。どう？ここに戻ります。そう。こんにちは。お願いします。うん。ああ、いいですね。素晴らしい。わかりますか？
すごい力が入ってるんで、はい、ここじゃなくてこの辺、はい、そう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 、でこの辺が意識できたらもうちょっと下、そうそうそう、でこの辺が意識でもそうそうそう、うんうん、ほら、あ本当だ、本当だ、ずっと下、この辺。だから今ここはもうめっちゃ力入ってて、肩甲骨を下にずっと広げるぐらいのイメージでやってもらって、それはこの辺に来て、ここがずっと落ちる。今もうね、足がしんどくて立ち上がろうとしちゃってるんで。これでやっぱ残しながら、下にもこれも降りれない人とかで、体が立ち上がり始めるんですよ。もう強くはすごいしんどくなっちゃって。それでそういう仕組みなんですかね。だからそういう時は休んでください。とりあえずしゃがむ、ちゃんとしゃがむ。そう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 。そういうことしゃがむ、うん。最初はこういうところから。うん、そうですね。はいはいはい。はいはい。横までどうしていいか。あ、ダメですね。あ、ダメですよ。もうそんなにね、めちゃくちゃ強い力が働くわけではないので。はい、あでも上手ですよ。うん、いいと思います。上手上手、すごい上手。大丈夫。ここからこうしてて、なんかね、この辺のが下にヒューっとこうで、その延長でお尻がずっと下に沈んでくる。まずお腹前側でお尻を押す、はいはい、これがこうお尻が落ちて肩がこう落ちると分離しちゃうんですよね。全部一緒に落ちる、全部一緒に落ちる。はい、じゃあ次ですね。次って言っていいのかな、よくわかんない。順番があるかどうかもわかんないですけど、じゃあちょっといいですか。ちょっとこの辺に手を当てておいてもらっていいですか。そうそう、両手でいいですよ。はい、こういう状態からしゃがみます。で、ここからしゃがみに行くときに、あ、こう向いた方がいいですね。ここからしゃがみに行くときに、ここ空っぽだとどうなるかっていうと、こうなりますね。なのでさっきのスッてこうした時のこの感じ、引くまま下がります。はいはい、だからこうした時にこう押しに行くとまたここになるんで、この状態のままここでスッとこう手が下に落ちる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 っていう感じ。はいはい、だからここがこの辺が腕を下にスッと引っ張ってる、この延長で降りる。体がまっすぐのまま、このそれこそ赤いガイドのまま重さがスッと下がる。そうそうそう、うん、そうそうそう、この時にここにちょっと腕引っ張って、うん、あ、また膝曲げなくていい。はい、これを押して、そうそう、おお、そういう感じ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 。さっきの感じだと、こうしたら今感じかな。そう、しゃがみますね。これまだここに来ますよね。これをこの辺で腕をスッと引っ張る、下に向かってスッと、はい、そうそうそう、そういうことですね。そうそうそう、さっきのこう、なんかウォーミングアップですね。つながりやで、ありがとうございます。そうですね、難しかったかもしれない。脱力性向きたい感じしますか。はい、両手でやっていいかもしれない。確かにこうしていて、はい、両手でやっていい、後ろからこうしていて、あ、はい、それで一回しゃがんでください。こう、これめっちゃこう、この辺で力入ります。この辺でちょっとこう腕を下に引っ張る感じ、この辺で引っ張る感じ、ここに力入ってます。肩とかラップやから力抜けてるとこう、こう、こう引っ張っていく感じのままで、それ消さないまま、そうそう、これ消さないままでしょ。はい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 、
はい、こうしてて、それでこう、こうなるとふってこうするときに体重だけになるじゃないですか。だからここでこうしといて、このまま抵抗するタイミングが違うよ、分からないから、ここからこうじゃなくて、もうちょっと今途中まで良かったですよ、ここでぐっとこうして脇腹で下に腕を下に引っ張る、もうちょっと下、もうちょっと下、そう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 、それ消さないまんまでした。オッケーオッケー、この辺で、はい、この辺で、ぐっと力入れて、もう最初はいずれ最終的には抜くけれども、最初はもうこう、はい、はい、こうしてて、今これ前のあれみたいに肩上がってますよね。でこれに倒れてみてください。こうだと、はい、ですね、これがスッとこの辺でキュッと腕引っ張って、はい、降りてる感じですね。降りてる感じ、そのまま下、おいおいおい、オッケーオッケー、この辺全く力いらなくなる、こうしてて、しゃがむ、だからもう僕に吉岡ロードしますもんね。それをこう、なんかあのブルース・リーさんのこの筋肉が腕をぐっとこう下に向かって引っ張ってるかのように、はい、下まんまでしたね、下まんまでした、この辺にふっと力が入っているような感じでしゃがむ、もうちょっと下の下の方、下の方、おーおー、はいはい、脇が勝手に閉じていくのはそれはいい、それは反対側が弱い、はい、反対側も一緒に行くぐらいです、そうそう、オッケーオッケーオッケー、それならいいです、それならいいです。でほらこっち側が緩んじゃうんで、で下からお互いで、ああはいはいはい、はい、そして肩楽にして、あ、今のポジションがいい、ここでこの辺で腕をスッと下に引っ張って、はい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 、ここで行こうとするから、ここでまず止めようとするんですか、これがもうすでに下に下がってる感じ、脱力というよりはスッと下がってる、はい、ようなイメージのままでピューッとしゃがんでいく、オッケーオッケー、はい、はい、今は両方行きましょう、残ってます残ってます、これをね、あのこのぐらいでピュッとこう下に下ろしてるぐらいの感じの方が多分下がる、オッケー、だからどうやら多分こうしてるよりはこの辺の方が良さそうな感じがしますね。はい、ほんで、ほんでこれが、まあ例えばですけど、今何人かこう触ってる時にあのあったんですけど、ここで肘をこの辺でって言うと、どうやらこうする人が多そうなんです。胸張っちゃう。でも胸張るとなんかね、この辺っていうよりはこの辺になってしまうので、後ろの方になってしまうので、あの胸張らずになんかこのぐらいの感じ。だから多分手を合わせてるんだと思うんですけど、ただ手を合わせたら手を合わせてもいいかもしれないですね。手を合わせてる時のこういう感じのまんましゃがむ、うん、そうですね、だから多分手を合わせてるんでしょうね。これがこうこれを例えばこうすると肘が体の真横もしくは後ろになるんで、こう肩で止まっちゃう感じがするんです。これ無理やり落としてこうもできるのかもしれないですけど、そうじゃなくてこのぐらいの感じ、はい、あの自然とこう合掌した時のこの感じでしょうか。
良さそう。なので、こう張ってしまうと多分良くないですね。こうしてて少しこう、なんていうんですかね、少し、ま、丸みがあるという丸みがある感じで、しかもこの辺で腕を下にっていう感じ、うん、の方がどう思いますか？いや、あんまり、うんうん、というよりは肩甲骨が寄りすぎてると良くないっていう方がいいのかもしれません、はい、ここで肩甲骨が後ろで寄ってると力入るんで、ここで分離しちゃうんですよ。じゃなくて、本当はこう、こうお辞儀はい、お辞儀して、で、お辞儀したところでこう上がるんですよ。この辺ですね、にちょっと軽く入ってる感じ、うん、ですね。だから多分こうしてるんでしょうね、この時に。はい、ここで切れてる感じ。そうです切れちゃうんです。やって限界こんなもんさ、長いもうこれじゃまっすぐできないです。だからこうやってやっちゃうのはダメですね、どうやら。はい、背中を広げて下ろすっていう。だから本当はあの自然とこう合掌してちょっとこう、はい、ぐらいの感じで、はいはいはい、そうそう、そしたら自然に背中が広がって頑張ろうと思って投げちゃうと、ここからのスタートちょっときついですね。ちょうどいいからスタートしながら、僕らが爪をこうあんまり上に押し上げて、なんか切られれば、なんか切ってくんな、俺は失礼させてくれ。面白いですね。スーッとこう、うん、でこうなって、そう、はい、でしたか。 OKOKOK、はい、さっきの面白い。こうしてるとどうしてもフッてやった時ここで切れます。これをスッとこうして、で脇腹ちょっとこうして、でこのまま下がっていけばな。微動だよ、ほんとちょっとなんですけどね。すごい待ってる方まで。はい、で次ですね、次というか、なんというかよくわかんないですけど、じゃあいいですか。あのこれを例えばですけど、今のこの感じをバスケットボールでこうやってやる。例えば普通にお試合しますね。普通にお試合するとよいしょってこうなりますね。こうなります。これをさっき言ったみたいにこうして、ちょっとこうして、でフッとこう、だからこの辺に力入ってるぐらいの感じにしておいて、こうやってやる。はい、こうここね、ここ、はい、ここからこの状態からふっとこう広げて、でこのまま動く。はい、
サッカーも一緒ですね。サッカーも一緒。だからこの時のこの辺の感じが消えないように、うん、そうなんですよね。こうなってるんですけど、ここから広げた瞬間に私の肩甲骨こうやって胸を広げようとしてしまうんで、広げないで肘だけ伸ばしてみる。はい。だからこうしてるとちょっとだけなんですけど、肘が外に向かってふっと張ってる感じがするんですね。肘がふっとちょっとだけですね。で、その張ってる感じがこうすると開く感じになっちゃうんで、開く感じじゃなくて張ってる感じのまんまで手の場所だけ変える。で、これも手があまり外向くと開いちゃうんで、ちょっと内入ってるぐらいの感じ。肩周りの力はある。最初はもしかしたらあるかもしれないですけど、あるということはこう持ち上げてしまってるんで、この辺が弱い、この辺の引っ張る感じが弱いということになりますね。はい。だこうして、はい、ぜひここから肘が開いてしまうので、こうしてたら軽くちょっと肘を下に下ろして、そうで外に開い、外に肘も外にちょっと開いて手を合わせてください。そうで、このまま肘の位置を変えないで指先だけスーッと外に向かって動かしていく。はい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 。そしたらこの辺の感じが消えないままこうできるんで、でこれが消えないままでもうちょっとだけ広げて、ふっと広げておくと、はいはい、非常に強い感じになるんです。まあまあまあ結構こういう感じだね。はい、そうです、そうです。うん、あ、これだともうここで切れちゃってるんで、いきますよ。頑張ってくださいね。あ、ちょっと押し込まれますね。ここから軽く肘を、軽くでいいです、そんなに広げない。そうで、このまま手を広げていって、うん、そうはい。って感じしますよね。はい、って感じでいいです。はい、だからこれができれば、例えばこうしててパッとこうやって定まるだけじゃない、来たなっていうできます。やってみますか。で、このまんまですね、パッと、はい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 、いい感じそれをちょっと我慢したい感じやってみますか。これでこうして、この状態からこうして、はい、このまま全然して、肘軽く外に割って、うん、軽くね、うん、そうで、この辺で肘を下落として、あ、まだ合わせる、はい、肘下、そう、はい、このまんまで手を広げる、はい、はい、はい、いくよ、よっ、またこうなった、脇腹頑張る、おお、そう、おお、強い、で肘下と軽く下と、あ、まだこの状態消えないままで手外、はい、広げる、はい、あ、外向いた方がいいですね。はいはいはい、うん、これでいいですこれでいいです。はい、もう少しこうとは、はいはいはい、うん、なんか力入ってないからね。そうです。頑張ったらこうして、ふって一瞬でもこの力がふっと入ると、そこを止めちゃうんで、本当こうしといて、このまんま、このまんま入って、
全部止めるような気がする。耐えてるのか耐えてるような気する。パワーここから出してる。そうですね、はい、これで腕がでかから動く、肩ってこうなるんで、こうしといて、このまま、このまま、このまま固まってるんで、こっちをしているんだ。こうしといて、ここの力って分かるんですよね、こういう力。こうしてこういう感じ。無理やそうそうそう、ここから、はい、ここから肘から下、脇腹まで下、脇腹まで下で今肩上がってる。そうですそうです、はい、で肘軽く外、はいはい、あ外、外、はいはい、はい、はい、で下、下、そうです、はいはいはい、外、下、下、下、で上に上がっちゃったんでもう少し下、そう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 、はいはいはい、でこのまんま、このまんま、はい、広げる、あ入ってない、はい、はい、来た来た、うん、切られた今よいしょって言って切られた多分このレベルに出しましたら相当強いですけど、ね、少し腕を丸くするぐらいの感じ でこの辺で、はい、しゃがまなくていいです。この辺で肘だけ下に下ろす、そう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 、はいはいはい、でこう広げて、はいはい、お十分十分十分です。やっぱり脇腹だな、脇腹は大事ですね、はい、脇腹は大事です。その辺の感覚の自分の感じのやつのどれか発症してください。肘下に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 、はい、脇腹の力をちょっと使って下に、そう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 、はい、これキープ、はい、これはキープしたら私めっちゃ強い、そういう感じ。今日は手は、うん、もうちょっと外でいいですよ、はい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 、こうで軽く、うん、もっともう少し肘を前に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 前ね、下っていうのは力出すところが今この辺なんで、はい、この辺、あそうです、はい、ふーっと下、はい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 、はい、これで肘を下にまた手を広げていただいて、はい、もうこれで大丈夫です、うん、そう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 、はい、押し合い押し合い押しまだ見えなかった、これをこうして、はい、これは止めれへんかったら、上手上手上手、まずこうしていただいて、で肘を軽くした、まあまあここまで押し込まれると耐えられる、ここまで押し込まれるってことは、はいはいはい、そう、これは消えないように、そうですね、そうですそうです、あもうこれでいいじゃないですか、はい、多分刀とかで物を切るときも、切るときもここで切るんじゃなくて、しかしここでこう切るんじゃなくて、この辺でふっと切る、どこ辺ですか、この辺も使ってる、はい、ここではない、はいはい、この辺で、これがこうやったら弱いですね、これがよく変わるんですか、ここからいいですか、ここからこうなるとそこで見るからですよね、それをこういう感じ、動いてます、うん、そう下の方、なるべく下の方、はいはい、でこれが、これはカキさんとかに相手してもらった方がいいんだな、きっとな、はい、できてもらってお願いします、久しぶりに、どうかな、ちょっと、もうちょっとかもしれない、いや、大丈夫です、多分、まあ
武術なんで刀で人を切ることもあると思うんですけど、あると思うんですけど、ね、はい、こうしといてギュッてやるんで、やらないで頑張ってください。はい、そうそう、いきますよ。よっ、こうした時に肩の力でこうやってやるとこんな感じですね。こんな感じですね。これを今やってたみたいに、ここの辺で脇腹のところで、はい、頑張ってください。この辺で、はい、でこれが例えばこれね、あの、じゃあちょっと何人かここを触っておいてください。僕のそうそうそう、はい、もうちょっと上の方でいいですか。はい、これでこうするとその辺って力も入んないじゃないですか。これをこの辺にして、そのあたりでこうやって、こうして下の方でこの辺で、はい、そのあたりでふっと腕を下に下げる感じ、うん、上から刀をグッと押さえにかかるとか、上から腕を押さえにかかるんじゃなくて、この辺がグッとこう腕を下に下げる。なのでこれ例えばこうやってやってて、ここに誰か手を置いてもらっていいですか。はい、でこっち側の肘のところ、はい、こういう感じになっていても、例えば、下の方がちゃんと働いていればこうやって降りるんですね、全部。でもこれが肩でやると肩にも力が伝わらないし、腕も全然降りない。それを、脇腹のあたりですね、脇腹のあたりでスッとこうやって下ろすと、そうすると腕も降りるし刀も切れる。なんでこう腕をこう上げ下ろしする、腕をここから下ろすっていう時に、どっか視点を作って肩とかでふっとこうするとこんなもんですね。えらいこっちゃ大丈夫です、大丈夫です、切れてます。はい、そうか、はい、でこれをあの本当ふっとこう体全部が降りてる感じにしておいて、体全部をこうすごい、はい、ってこうこうやっております。どこも座り息が出てませんよ。まあまあ、はい、はい、そこからだとこの辺が浮いてるな、うん、この辺に、この辺にこれ落ちてるの、力がこの辺になってるスッと、だから受ける方も脇腹のあたりでスッとこうしてもらえれば耐えれるわけです。そうそうそう、でこれに対してこうなるともう降りるから、ちゃんとこう、もうこうなってる瞬間から脇腹のあたりちゃんと力がこの辺に、はい、だからこうやってこう下ろしてるっていう時に肩に力が入ってる人は、こうやってやってると何回かやるとすごい肩凝るんです。これは肩のところでブレーキかけてこうやってやってる。こうやって上げて下ろした時には必ず、あの、上げる前のところにちゃんと戻らない、うん、それには肩のを支点にしてこうやって振ったら戻らないんで、この辺りも全部使ってちゃんと戻す必要がある、うん、だから腕をこうやって上げて下ろすっていうこの動作をしただけでも、こう、もうこの瞬間にほら、もう肩をそう、こうやっちゃってるんですね。はい、それをちゃんと下ろす、ちゃんと上げる、ちゃんと下ろす。だから手を上げるときにもうすでにここで上げてるとここで耐えちゃうんで、上げるときも全体的にフッと上げる。そう、うん、最初よかったです、はい、最初よかった、はい、途中からフッとこうなったんでスッとこう上げて下ろす、はい、だからこう、うん、だからこうやって、まあ、こうやって上げて下ろすっていうのもいいんですけど、うん、こうするときもこう上げるときから下ろすときにグッとこうならないように、こう上がったらあと上げる、下ろす、うん、それでもブレーキをかけてしまっているのでグッと、もう、はい、
引っ張っ、そうそうそう、はい、簡単なことできない、まあ、はい、難しいです、簡単なことも難しい、はい、これは言うと、例えばこうやって押さえられている、ギュッと押さえられている時でも、あの肩で上げようとすると上がらないんですけど、パッてこうやって上げると上がる、パッてこうやってやるとだからディフェンスの中でキュッとくっつかれても肩でパッてこうやってちゃんとこう腕が上がれば、これだけでちゃんと相手をあの 押すことができるんですけど、これをこうグッとやりとりっていうか、グッとやろうってやるとダメなくて、この状態でもパッとこう上げる、パッと上げる、ただもう上だって、はい、ただ上げる、ただ上げる、もしよかったら少ないですけど武器あるんでちょっとやってみてください、パチンってていうか、そうか、日本だけになっちゃったんだ、日本しかないですね、まあしょうがない、いやもうそれはやめた方がいいです、僕とはやめた方がいい、違います、まあなくてもいい、ああそうか、これかどうぞどうぞ、ね、あの例えばこう振りかぶってもらって、振りかぶって最初はそのここからここまではこの辺から逆ですね、大丈夫です、そういう逆です、8時8時8時、あそうか、じゃあ上げましょう、で上げて俺最初にいつも弱いですね、ここでちょうどすると、はい、どうぞ、ここからもう、体が、はい、こうなりますよね、はい、なので、ここに下ろします、脇腹、ああ、そう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 、はい、こうやってて、どうぞ下ろしてください、肘だけ伸ばすんじゃなくて、肩の方をどうぞ振り下ろしてください、うん、こうなりますよね、これ今こう乗っかかってこうやって下ろすんですよね、じゃなくてここで脇腹使って脇腹で乗っかからない、ここから脇腹で腕をずっと下ろす、そうそうそう、持ったら持ったらスッと下ろす、そうですそうです、そうですそうです、脇腹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 、はい、脇腹です。ここまで上げると難しいんです。この辺から行きましょう。この辺から下ろしに行くときに、肘を持たなくていい。ちょうど腕を全部、スッとして下ろす。それで十分。それで十分。十分、はい、この辺でいいです。この辺で。はい、この辺からで、はい、どうぞ下ろしてください。ってやると、ここで、こう下ろしたら、じゃなくて、ここで、こう、スッとこう。スッとこう、そう、脇を働かせるようにして、はい、できるでしょ、ああ、はいはい、全然いい、だからあんまり絞りすぎなくていい、もうスッと、スッとただ下ろす、あー、オッケーオッケー、そのほうがいいです、ギュッて寄せようとすると、はい、こうなるので、スッとただ落とす、下でやれます、はいはい、この辺で、そんなに、ね、難しいところはないです、ここからでいいです、はい、しゃがまない、ここでちょっと僕も脇腹触ってください、はい、触ってください、はい、竹原さん、ちょっと押さえてもらっていいですか、どうぞどうぞ、これで何ですか、ふっとこうすると、いや、ここ空っぽになるんです、これは悪いです、これは悪いです、はい、じゃなくて、ここからここからふっとこうすると、もうこの肩のところしか上がらないですね、はい、じゃなくてこっちの方が、これが、これが、こういう感じです。下ろす動作をしてる。はいはい。これでこう、はい。
ね、ボート棒はちょっと危ないので、もしあれだったら手で持った方がいいです。まあ、ちょっと難しくなりますけどね、こうすると。これで、グッとこう出るやるとこんな感じですね。はい、なので、脇腹使ってこうやって。どっか抱えてられるのか分かんないですね。こう気出しもあったから。そうなんです。こうしてて、こう、ちょっと外しておいてください、体から。これで、こうやると分かるんですよ、はい、なんせ腕あの肩が腕を押して腕が体を押すんです。何回もできたんですよ。じゃなくてこの辺りが全部ちょうど分かんないです。体から外しておいてください、ね、はい、こうでグーッとこうする感じだと、こんな感じですね。押しちゃう。で、押さない。ここから押さない。手の圧はあんまり変わらないんですか？手の圧はね、今押さえられてるんで、ちょっとだけこう変わりますね。自分からグッとこう握りにはいかない。こうやってこうやってだから何て言うんですかね、こうこっから肩使って振っちゃうとこことここのストップが効かなくなるんですよ。でもこの辺使って腕と一緒に動かすとちゃんとこうちょっと止まってくれるんで、なので次の動きに行きやすくなるんですね。うん、これを振ってるのをここの力でこうやってやると大きくなっちゃうんですけど、それをあのパッパッてこう こっちの動きでちょっとやるとあの次に行きやすくなるんです。こう動いた時にこの辺の動きでこう動けるようにすると、はい、先端まで操作しやすくなる。でこれをこの辺の小手先でやるとするとこう振り回されちゃうんでちょっとしんどいことになります。詳しくは専門家に。そうそう、これ桜井さん面白いですね。今の脇腹の感じがなくて三方切りしようとするとあの手の力になるんでこういう動きになるんですか。これは脇腹の感じがちゃんとあるとこう制御が効きやすくなるからパッてこうね止まりやすくなる。体が先端までちゃんと止まるようになるパッてこううんうんこんな感じになる。ゆっくりゆっくりゆっくり行きましょう。これ危ないからやめてください。当たらないんであれですけど、これで素でやってみましょう。刀持ってる手で、はい、正面でいいですよ、はいはい、これで腕でグッてこうやってやるとこんな感じですね。それを脇腹の力でこの辺の力でおちゃんとあるようにすると全然パワー使うわ、うん、抑えられ伝わり方が腕の力でグッ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 ってこうするのとフッ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 としてフッとしてフッ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 はい、こっちの方がよっぽど大きく動かしてる感じがしますね、すごく、うん、足は赤点動いてはるんですか？足は、あ、動かさないようにしましょうか。いやいや、それじゃなくて自然と動かさないかなと。どっちでもいいんです。あ、そうです、多分今のところ自然に動いてました。ちょっと固定してやってみましょうかね、はい、あの位置だけ固定します、はい、これを本当に踏ん張って固定して、はい、こうやってやろうとするとダメなんで、はい、ふわっとしてここにあるっていうだけでちょっとこうやってやると腕ここにあっても足ここにあっても一緒です。
でそれが例えばこうしててこっちを置くときには例えばこっちの方が足こうなってる方が安定するしこっち来るときはこうなってる方が安定するしっていう、はい、でもその感じさえ分かってれば、こうなっててもちゃんと安定してる、うん、しこうなっても安定してるこうなってても安定してるまあどっちでもいい、はい、それはこの辺この辺やっぱりね、この辺が今の人って空っぽになってることが多いんだと思うんですよね。野球を教えてても足のことはすごく言われて足しっかり鍛えてるし腕もなんかいろいろトレーニングしてますけどここがないのでどうしてもこう足が行ってここからこの辺がグッとこう乗ってってほしいところでここから腕だけがこうやって投げてる子いっぱいいるので、うん、この辺がどうしてもこうちゃんとついていってない感じはすごくしますね、うん、だからバッターなんかもぐーっとひねってここからこうドーンっていけばいいのにここからこのままこうやって流れていく、うん、結構いますね。だからね昔のぶら下がってそうそう頑張ってね頑張ってねこうやってぶら下げてこうやって歩くとかやっぱりいい稽古なんですよね。この辺がないとこうなっちゃうから、はい、もう一回こうしててこうやってやってるとねお互い多分しんどくなるんですよね。スッとこうしててはいどうぞ、うん、こうここがあるままではいはいはいで多分ぶら下がる方も脇腹ちょっとこうグッとこう締めとくと、うん、はいぶら下がった時に脇腹でね肘をピュッとこう自分の体の方に近づけるこの辺に力入れてほいほらちょっと楽になる田村さんやってみるこれは無理だなはい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 おーっていうようなことができる、うんそうそうだからやっぱねこうした時にここ分離してこうしてこうなってるんじゃなくてこの辺にちょっとふっと力が入ってるってね変な語弊がありますよね。この辺にはいちょっとこうなんかうん何ていう今はとりあえず力が入ってるって言いましょうかとりあえずははいっていうのが大事かなと思います。でそれはこうどういうところであれちゃんとあるとかそれがもしかしたら体幹がしっかりしてるってことかもしれないですね。もうこういうので鍛えるとかこうやって鍛えるんじゃなくて腕がどこにあってもこの辺にちゃんとこうなんかあるみたいな、うん、かもしれないですね。かもしれないとしか言いようがないですね、うん、面白いですね。この感じがあったら、なんか何もできそうだな。あ、でもこれ実際それぐらい。の感じ、ふっとこうしといて、消えないようにして、体がふっと回る。回そうとしないで。まあ、もう、本当かっこいいけど。はい、エアホッケーの力を、うんうん、それをなんかこうするのではなくて、うん、ふっとしてる、ふっと、いいじゃないですか、いいと思う、いいと思う、ふわっとしてる、ふわっとしてる、それはここを答えておられるわけではないです、はい。はい筋トレ自体は僕は古武術でやってからはほとんどやってないので、はい、12年ぐらい経ちましたけど、はい、筋トレ自体はしてないです。体がどうしても落ちないのでそうだろうって言われますけど筋トレ自体はしてないです、はい、ただなんかこうちょっとこういうことを気づくとその辺が働くので落ちないのかなってはちょっと思ってます。これ例えば相手からしたら、はい、こうっていうのは
平面が分かるじゃないですか、はいはい、それに対して抵抗するから抵抗できるんですけど、うん、違うところからベクトル的に違うところから持っていってるんで、うん、すごい力が見えるってことに持っていってるんですか、そういう説明もできるかもしれませんね、うん、そうとしか言わないですけど、狙いは見てそこにないんですけど、そういうふうに分析するとそうかもしれない、うん、力の振り方が分からなくて、はいはいはい、結果的に分からなくなってるのか、動きますか、はい、例えばそうですね、昔はよくやったんですけど、最近やってないんでちょっとやってみましょうか、正座していただいて、そうだ、昔は本当にこれよくやったんですけど、こうやってやって押します、ね、はい押します、はい押します、これこれなんて言うんでしたっけ、正面の切り、正面の切りですね、これで押し合うんですね、グッと押し合います、これ噛み合うんですね、で噛み合ってる時に相手がどこで力を出してるかが自分の体で分かるんですね、例えばどうぞ、じゃ僕押しますんで、こうやってやると肩にすごい力が来るんですね、で次こうやってやるとこれ肘に行きますよね、はい、で今度はこのままふっとこうするとお腹の方とか肩の方に効きますよね、ああっていうふうに、噛み合わせようとすると今言われたベクトルを合わせなきゃいけないので、こう相手がどこで力を出しているか分かるようになるんですね、なんとなく、でこれを、はい、いっぺんに全部やると分かんなくなっちゃうんですね、どこで力を出しているか、はい、まあ、だからこれが河野先生っていう僕の師匠の一番最初の、一番最初っていうかある時点で一番最初なので井桁崩しっていうところにつながったんですけど、全部が平行四辺形のものがバサッとこうバサッと崩れるようにして、もうでいろんなところが力を出すから相手は分かんなくなるっていうところが、まあ一番最初の原理なんですね、はいはい、なのでそれをやるにはどうしたらいいかっていうと、まあ今3つぐらい、肘を伸ばす力、肩で押す力、体幹を前に倒す力、ね、単純にこの3つぐらいを相手の真正面に対してまっすぐこうやっていくと力が止めるじゃないです、止めるようになっちゃうんですね、はい、ちょっと押してみてください、手で引きます、はい、手で固まって、うん、でこれだと今肘が弱まってるんですよ、弱まってるんです、はい、だから近づいてきちゃいますよね、はい、それを全部を順番にじゃなくて全部同時にやるんです、肘伸ばす、肩を前に出す、体幹を前に倒すって全部同時に、あ、ごめんなさい、ちょっと失礼します、はい、どうぞ、あ、そうそうそう、そうです、はい、はい、で、止めれなくなるんですね、うん、久しぶりにやってみましょうか、はい、全然わかんない、そうか、僕にとっては最初だけど皆さんにとっては初めてですよね、どうぞ僕の、ま、前にも来てください、これでまず縫ってこうします、これ今どこに来てますか、肘ぐらいに来てますね、はい、うん、まあ、お腹の方に来ますね、はいはいはい、これを3つ同時ふわーっと、はい、3つ同時に一緒です、ゆっくりやっても理解できない、はいはい、順番がないので、一瞬で来たらゆっくりやってもゆっくり順番にやるとね、分かるんですよ、あ、うん、でも、ゆっくりでも全部同時にやると体は分かんないです、説明できても分からない、例えば肘ですごい頑張って、はい、肩の方とかお腹の方にも、はい、ちょっと頭が出すぎて、あれですね、届けられてないんで、これをパッと同時に全部同時にやってます、そうそうそう、いい感じ、はい、いい感じです、いい感じです、はい、そうなんですよね、はい
これだと今影すごい強いんで、もう外にしないと来たってしょうがないですよね、力を。まっすぐ前に来ないんですよ。これまっすぐ前に合わせます。今のコースに、もうね、ぐーっとこうしてる。背筋のために無意識にすごい働く方のことを言われてる。これを背中から外に緩めていただいて、腕まで通して、そのまま前にスッと倒れてる。もうこれで十分です。これで。もうそれで力出してる。で、この中で、この自分の、この姿勢が変わらない程度の力を見る。そんなに多分、ほら、当然じゃないです。ふっとこう耐えれるか。で、これも外に散らしていくしょうがないんで、そこの力を一番抑えるときは、ここまでやられるとか。で、それとに、ふっと、スッと前、あーもう、そのぐらいの力で十分です。ここで多分かり不安になっちゃう。全体をその状態で、なんとかキープせずと、今もう全体をスポットさせる。そう、あ、いいですね。そういかないからといって、こうなると、どうだろうって。ここが、肘が緩んじゃいました。はい、全部一緒にバーンってこうやって巻いてます。ああ、こんぐらいでいいよ。はい、はい、はい。一瞬でも大学系か分かるから大丈夫かな。そうか、もしかしたらそうかもしれない。慣れてはいるけど、うまいことやるっていう時点で限定されちゃうんですよ。その人が意識できることしかできないんで。ってことは、それよりも多くのことを意識できるようになっておくと、もう耐えることになる。それが多分、体を洗うことになると思うんですけど、働く場所をたくさんにしておくと、それが あるところで使うパワーアップの準備ができるというか、体が処理してくれるというのと思うんですよね。はい、はい、はい。やってみるかい。いろいろ。はい。肩すっごい力。これで床だけに座りましょう。結構相変わらず。これやったらなんとかどっちもいいや、こうかな、こうして合わせて、うん、で、こうしておいて、この赤いマークがちょっと止まってるこれで回すこの手で緩んでますそうそう、これで距離感しかもこっちも合わせてやるのが大事で、こっちプラスこっちの手もバーッと伸ばして前に十分十分この辺がもう少し早いので、あー、オッケー、素晴らしい。はい、そうです、そうです。はい、結果的に行って、はい、結果的に行って、こっちも動いてこっちも動くから、はい、多分枝ができるわけじゃないですか。はい、あの膝の軌道の回転のやつは、わかりました。はい、わかりました。やってみましょう。よいしょ。叩いた方が意識しやすい。叩いた方が結構あー、すいません。よろしいですか。はい、はい、行ける。ちょっとあんまり自信やろうとしてたんですけど、ね、すごいなんかこういう感じが強いので、こうしてみましょうか。で、今ね、この辺でスローしてるなので、それをね、もう
少しスッキッとしていただいて、で、ここで、こちらで、こちらで引いて、で、どっち側ですか？こっち側です。あの動きとしてではないんで、あの動きとして見えないかもしれないですけど、ここからこうふっとこう動くのに対して、ここもちゃんと
と同時に参加していく、うんうん、それをまず土台にして土台を中心にグッてやろうとするとお互いにこう離れていっちゃう、体と腕が、はい、なのでこうこうしといて、ここからフロッてこうするところ、もうこの瞬間にこう土台が下がる。だからそうじゃなくてこう、あーっと当たっちゃったらです。曲がってないですね。ここからパッてこう、この力ですね。パッてこの力。で今みたいにほら、ちょっと土台噛むとこう崩れるじゃないですか。なので、ここからこっちは、体の面トンと一緒に行く、全身だもん、はい、はい、で、だから感覚的には順番がある、感覚的にはこっちが行って、こっちが行くみたいな順番があるんですけど、それが動きの順番に現れたらなんです。なので、本当にはっきりとこうしてこうだってやっちゃうとこうダメなんで、感覚的にはこっちからなんだけど、でもこう全部、はい、はい、同時に動く、はい、で大体こう今の力を出すっていう現在の習慣でいくと大体がこうなります。こっちに力出す前に体をまず運ぼうと、要はこういう感じです。一番力を出してる感じが残って一番伝わる力が小さいっていう力を出してます。はい、いや、ありがとうございます。頭をね、先にね動かしたくなるんですよね。野球なんかはちょっとこれ両手で持っててください。こっち引っ張ります。で、あっちにボール投げたいという時に、大体こう力を、まあ、なんでしょうね、なんでだか分かんないです。なんでか分かんないですけど、こうやるんですね。頭を振る。はい。で、頭を振ります。こうやって。じゃなくて、こっちが先。手は動くのが先。で、この動きに他のところが全部ついている、うんうん、で、これをこれをボールを持っててこうやってやるとボールを投げるときに、あれ、僕ですか。ここから頭を振ってで、こう引っ張いて、この辺伸ばして、この辺の力でぐるっとこうやってやるっていうのが、まあ、無知の原理とかいうんですね、はい、なんですけど、そうじゃなくて、ここからこれが先に動いて、言っていましたわ。これが先に動いて、部長これが先に動いて、それで体がこうやって進む。これ、こうじゃないんですか。はい、無知じゃダメなんです。無知には無知のいいところあるんですよ。速いボールを投げるためにはここからこれだけだとどうしても限界があるので、ここから一回グッとこうしといて、なるべく後ろ残しといて、そこからバチャーンってこうやるとか、これもこうこうしといてジャンってこうやって振るとかっていういいところはあるんだと思うんですね。はい、だからそれはそれでいいんですけど、そうじゃないこともある。これは身長反射とか使わないんですか。はい、はい、ていうか、なんていうんですかね、これも本当かどうか分かんないですけど、反射は使えないんだと思うんですよ。反射って起こるもので、起こすもんじゃないと思うんですよ。反射って意識した瞬間にもう反射じゃなくなってる気がするんですよね。なので、ここからこうしてこの辺の身長反射をっていう説明とかよくありますけど、そうしてる時点でもうすでにそこの筋力を自分で使ってるような気がしてならないんですよね。そうじゃなくて、もっと短い時間の中でこういう動きをすれば、その辺に勝手に起こる現象のことが多分反射なので、反射が起こるぐらいの動きをするとかだったら分かるんですけど、反射を使うっていうとなんか全部やっぱり自分の感覚で操作してるような気がして、
ちょっと違和感があるんです。あの僕だけかもしれないですけど、はい、だからそうじゃなくて、あの、まあ、ところどころなんかこうポイントになる動きとかありますよね。その動きをきちっと短時間でトレースすると、あのその動きの中で一番いい力が出るっていうか、でそれがあの文化としてゴルフだったらこういうスイングの形として残っていくし、野球だったらここからここに投げる形に残っていて、どうもその動きがその動きで出てくるいろんな力が一番あのそのスポーツの中ではあの速い球投げたりとか遠くに飛ばしたりとかっていうことに最適な動きとして文化として残ってるんじゃないかなと思うんですけど。今の動きをゴルフでされるとどういう感じですか？ゴルフですると、これもねちょっと難しいんですけどね、どうしようかな。持ってみますか。カメラは外した方がいいですね。この辺でちょっと持っといてくださいね。はいはいはい、そうです。ちょっとそっち危ないんで気をつけてくださいね。こうで普通はここからこう入って、でこういう感じです。あのここからこう回ってくるっていう順番がありますよね。まあ、その順番は順番でいいんですけど、感覚的にはここからおお感覚的にはあの何て言ったらいいんですかね、こうここからこうしといてこう回ってこうってやると、どうもこうこの辺とかこの辺だけが使われそうなんですよね。じゃなくてここからここに上げて元のところに戻る。でその途中にインパクトがある。じゃあ簡単に歌いますね。まあはい。これはあの合わせなしで済む。ボールの気持ちですか。ボールボール。そこっぽいですか。そうですね。そのぐらいでいいと思います。ここまでですか。じゃあ普通に行きましょう。まあ、ここからこうしてこういうのが普通のこうっていう感じですね。この辺がすごい使われる感じ。じゃなくてこうしたら振動わかります、ね。うん、でこれをここからだから今のをあの短時間でここからこうやってやるとなんかちょっとゴルフっぽくなりますよね。うん、でこれをわざわざこうしてこうやってやる必要はないんじゃないかなっていうところです。はいはいでもあのこっからこう動いてでビューンと大きくするとこの弧が大きくなるんで、弧が長いほどやっぱりスピードは出るはずですから、うまく当たればあの大きい方が飛ぶんですよね。動物界ってやっぱそういう特性みたいなものがあるんで、したらその弧を大きくするためにこうなんか大きくするっていう動きになっていったっていうのは理解はできます。でその中にさっき言ったこれもだから手だけ先に下ろすんですよ。ヘッドを一番先に落とすぐらいの感じで、それに体のずっとこう股関節がついていくっていう感じをすると、うまく体重が乗るっていう感覚を合わせると、まあ楽に打てるのかなっていう感じがします。はいはいどうぞやってみてください。あのあまり遠くに飛ばさないように気をつけていただいて。はい、キャブのサッカーボールを蹴る、あ、サッカー少年いましたね。危ないな。蹴るのもやっぱり一緒なんだと思うんですよね。こう蹴りに行ってこう足振り上げて、ここからこうグーンと回してポンと蹴るっていうのも、もちろんあの道具的には絶対いいと思うんですね。でもそうでプラス足が先に落ちるっていう、ポンと落ちる、はい、でこの速さが多分自分の筋力で、あー、これでも大丈夫大丈夫大丈夫、あー、危ない危ない危ない危なかった、大丈夫。ここからこうグッと入ってボンと落ちるっていうところで、なんて言ったらいいんですかね、こうキープしたまキープできてて、で移動してパッてこう自然に落ちるって感じだったらいいと思うんですけど、そうじゃなくて自分の筋力でってやると筋力以上のスピードが出ないので、結局足のスピードが遅くなる気がするんですよね。だからこう上がるだけ上がって
パッと落とす、落とす先を落ちるっていうか、うん、でプラス足が、あのこの辺から足だっていうぐらいの感じでこう大きく動けるようになるといいですね、うん、こっから下だけはこう足じゃなくてこの辺から足で、これはあの昔かな、今も言ってるのが二軸の人たちはこっから足っていう言い方しますし、だからこの辺からこう触れるっていうか、うん、そういう感覚でもまあいいんだと思うんですね。でここから下が足じゃなくてできるだけ長いものを長いものを動かす、うんうん、そう、そんでいつだったっけな、つい最近っていうか近々出るかつい最近出たかは分かんないですけど、東京にいる中島さんっていうあの河野先生の本当に一番弟子みたいな人がいて、その人は DVD 出すんですけど、その人がずっと教えている骨盤起こしっていうアイスの中村さんっていう人のやつの中で、最近面白いなと思ったやつが、あのこう座ってて膝をこうやって押すんです、うん、で押してこう、これは外向いてると押したらこうなります。で内向いてたら もちろんこうなるし、前でしたら前で潰れるし、後ろだったら後ろで潰れるんで、足首の真上に膝がある、ね、足首の真上に膝があると一番こう体重かけても潰れなくて済みますよね、はい、これはあのすごく大事だっていうようなことを言ってて、でこのまま立ち上がっても大丈夫ですね、はい、でここがちゃんとそこに膝があるかどうかっていうことがすごく大事ということです、はい、うん、これをこうここからこうしてこうなってるとかこうなるってことは、どっかで無理をしてこうなってる時にこうして支えられるということは、どっかこの辺で無理をして支えてるということですね。実際は無理が、重なるんで怪我とかにつながるし、まあ単純に力が発揮できないですね。なのでこうまっすぐ真上で一番こう支えられるところでこう立ち上がってもそこでっていうようなところで触れると多分一番安定する。これこういう時とか、これでも移動すると思うんですけど、はい、そういう時はどう考えるか、ランニングするとか、そういうランニングの時もこう着地の時にはおそらくそれに近いところ、着地の時がこのポイント、はい、はい、これから連れていきます、はい、だからこれは着地の時にこうなってたりとか、着地の時にまああまりいないですけどこうなったりとかするんじゃなくて、着地の時に着地をしたところの真上に、着地がかかとだったらかかとの真上に膝があると安定するし、もしくは前に振ってた時はこう力が返ってくる方向の、はい、真上に、はい、膝とかっていうことになりますけどね、はい、こうやって力出した時はこのポイントに対して膝が回す、こうなってて、こうだとあの、まあ、僕ら、運動力学っていうのを勉強してると、こう地面反力っていうのがあってですね、踏んでいるところに対して力がこう返ってくるっていうところ、この力に対して膝がこうできるだけこう真上になってるのが良くて、だからここだとこの辺になるだろうし、こうだとこの辺になるだろうしっていうところですね。これはこう力が出ているのにこうなってたりすると潰れたりとかするし、反力のベクトル上にも、そうですそうですそうです、あ、工学科なんかされてるんですか、あー、じゃあもうしっかりわかりますね、この話はね、はい、そういうことです。地面反力に対してこうちゃんと膝があるとかあと立てる時なんかはそれこそその真上に股関節があったりするとすごく安定しますよね、はい、そうですね、はい、ただまあそれだと一直線になっちゃうんで、どうその辺がちょっとどう説明していいかなんですけど、ここに力あるとしたら膝真上にするとどうしても股関節って後ろになるじゃないですか、
一直線伸ばすわけですよ。でもこれだと動けないんで、ここをどうするかですね。ここが上だとなんか膝がこうなりそうな気がするし、ただしこうするとこうなりそうな気がする。真ん中がいいのかなとか、この2つ立ち直したのが最初のところがいいのかなとか、ちょっといろいろ考えるところありますけど、うん、でもその、こう踏んで、この真上に膝があったところで、こう足を振るとか、ですね、こう 出てるところだとすごくしんどくなるね、はい、とか、ね、ここで回るとか。ここで回る、いろいろありますね、はい、なるべくこうぶれないように、はい、力の真上に。でこれができると、ですね、さっき言ったこれのなんかちょっと違うやつなんですけど、こう回る動きがある。この状態から、こう回る、でしばらくちょっとこれで耐えましょうか。で、そのしんどくなってきた人は多分ですけど、こう回った時に、体が真下にこう落ちてて、足がこう真下に落ちるものを斜めに支えてるっていう感じなんですね。じゃなくて足がですね、なんて言ったらいいんでしょうね、こうこっからこう回った時にこういう力を発揮して帰ってきてると仮定すると、こういう力に対して膝とか股関節の位置がちゃんとあると、こうやってやってると下に支えなくて済むんで、すごい楽に支えられるんですね。これをこうなっているものをこう支えようとしちゃうとずれますよね。力、自分の力と返ってくる力がずれますよね。はい、はい、しんどくなるんですね。なのでこう斜めにこう足がついているときは斜めにちゃんとこう支えてやると、斜めでもすごい安定するし楽なんですね。はい、では力を抜けるポイントに貼ってあげるみたいな。そうですそうです、はい、それはどこだって言われたら、ちょっと自分でその瞬間にあここみたいな感じですけど、それを探してたらもう遅いので、多分体を信じてるとそこに来るみたいな、そういう変な話になっていく。なんかでもちょっとイメージしやすくなるでしょ。ちょっとその力の方向をイメージしましょうねっていうと、はい。そうです。10秒かかっちゃうと足が力を出す方向とずれるんで、はい、しんどくなっちゃうんですよね。だから足は足でこう斜めに力を発揮してるから結果的にここで支えられるって、まあ、三角形がこうやって、ね、上から強いっていうのと同じ原理。ついたやつなんですけど、はい、飛びながらやるスポーツってあるじゃないですか。はい、途中でしっかりとかバスケ、はい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 、そういう時、例えば彼の選手がこの足ついてないのにすごいスパイクをする、あれは何？あれは、足と腕の作用反作用みたいなものですね。はい、こうですね、なんていうなんだろう、こうちょっといいですか。こうで、まあ、今こう足ついてるからこうやってやっても力出ますけど、足浮いてると仮定しますね。でそうすると浮くことはできないんであれですけど、ちょっと飛び上がってクッてやるんで頑張ってください。こんな感じで返ってきちゃいますよね。なのでそれが返ってこないように足をちょっとこう伸ばす力を出すとか、足をこうやってやるとか、こうやってやるとか、こうやってやるとか、いろいろしながら手を振るのと反対の方向に力を加えてやることで、こっちに力がちゃんと伝わるようになるんですね。それをただ飛び上がってただ手だけ振ると力が逃げちゃうんです。それを簡単にやるとこの状態でジャンプして手を下ろすと体が回転します。ここからこうしてこうやって体が回転します。
まあ、核運動量保存の法則っていう難しい法則がついていますけれども、あので反対にこうやってやるとこうやって回りますね、はい、だからこうやってこう手を振ることで体が反対の方を向いてしまうものをちゃんとここに伝えたいとなると、他のところでこうやってバランスでやるしかないので、あの足を上げるとか、ただ多くのバレーボール選手なんかこう飛び上がった時に反って縮むっていう動きをすることで、こういう動きとこういう動きを合わせてやってますよね。だから多分あの筋力を発揮するために反って縮むことだけをやってるんじゃなくて、感覚的に空中でバランスを取るためにはそれが必要っていうことなんだと思うんですよね。飛ぶ動作の時にこの足で飛ぶんじゃなくて全身で飛んでるような感じするじゃないですか。はい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 。力で飛んでるんですか。なんかね、もう感覚的に止めてしまってる人なんかは力使ってる感じじゃないんだと思うんですよね、はい、でそういう人はあのちゃんと体をちゃんと縮めてちゃんと伸ばしてって、ただそれだけのことなんだと思うんですけど、どういうことかっていうと、あのあそうです、そういうのもありますけどね、あの体がこうちゃんとこううん、この辺も交えてぐるっと縮んで、でそれがポンとこう返ってくるっていう、そういうことがちゃんと全身でできるんだと思うんですよね、うん、でそれをあの、まあ、多くの飛べない人たちはあのこの辺固定で足だけでこうやって飛ぼうとする、うん、じゃなくてこの辺もぐっと縮めてで全部伸ばすというか、うん、っていうようなことが多分大事なんだと思いますね。あとはフラッシュ。何があるんですか。ちょっと。はいはい、そうですね。そうそうそう。100メートルの元全日本選手。あとはこの縮むときに、脚力で体幹を安定したさせたまま手で縮もうとすると。こう返ってくる力に対して体がいろいろぶれるので、あのただ縮んでただ伸びるっていうふうにすると、なんかちゃんとこう全体が重力に振り返って下にしゃがめて、で跳ね返すことさえできればしっかりと上に飛ぶことができる、うん、それをこうカチッとしてカチッカチッってやろうとすると、瞬間瞬間バランスを取ることに意識を取られるんで大変なんですよね。ただしゃがんでたら飛ぶっていうことができるかどうか。カチカチしてる方に伝えようとしたら、先生はどんなふうに伝えた。ああ、その頃がどういう言葉に反応するかにもよるんですけど、とりあえずあのしゃがれって言います。なんかこうこの辺でめっちゃでっかい音が鳴って、バーベみたいな感じでしゃがみなさいって言います、ね、そうするともうバーベってこうやってしゃがむ、これ一番いいしゃがみ方になるので、はい、あとはそこから思い切って伸び上がりましょうみたいな、うん、はい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 、はい、いいですかね、多分ドーンとなった瞬間に、ここをこうしてこうしてとかって考える子はまあいないですよね。あっってこうしますよね。その感じが多分一番いいかなと思いますよね。はい。あとはこれをなんかこうドーンってわーないってこうやって動き出すと、まあ一番早い動きやすくなります。ここから、まあ、ドーンとなりました。わーびっくりして移動する。みたいな感じで、びっくりして移動するみたいな。はい。だからこう、パッとこうやって動くときも、ちょっとこうびっくりし続ける。わー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 。一発びっくり、一発
振り切ると一発でしか動けないんで、ずーっとこう、まずこう、移動し続けられる。休憩しましょう。